日本茨城県つくば市研究学園開発中の研究学園駅周辺住宅街住宅街つくば市役所研究学園は茨城県つくば市の町名。現行行政地名で研究学園1丁目から研究学園7丁目が設定されている。つくば市役所が所在する地域である。つくば市中央部に位置する。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス。 研究学園駅の北側にあたり、全域が研究学園都市の副都心機能を担うエリアとして整備が行われている。また、筑波研究学園都市研究学園地区に隣接し、研究学園桂木地区の中で最も開発が進んでいる地域である。地域内には、筑波市役所、イアス筑波、筑波銀行筑波副都心支店があり、地域内を新都市中央通りが通る。 計画人口は12,240人。東は霞、ス西は中東原神殿、南は学園南、北は学園の森と接している。2014年6月28日、土地区画整理法第103条第4項による勘置処分により正式運用が開始された。それまで使用されていた仮勘違い区画地番号は以下の長目に設定されていた。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。かつては、新張郡大物井村、狩馬村、下平塚村、根崎村の各一部で、1889年より、桂木村に、筑波郡に、移行、1955年より、筑波郡や田部町、1987年より筑波、市の王子面、の井、大技狩り館、大技下平塚、大技、 葛城根崎まで大和根崎の一部となっていた。第二次世界大戦前後には、地域内は葛城村の村有地が存在していたが、戦後に開拓者に払い下げられ、農業地域として開拓が行われた。その後、県の用地買収によって1964年に日本自動車研究所が開設されたが、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス建設にあたり、 研究所敷地内に駅の設置及び新市街地の建設が計画され、再度用地を買収。つくば研究学園都市の副都心機能を持つ町として開発が進められている。つくばエクスプレスの駅名、研究学園により、2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。